アクスコードの死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。錠剤は遺跡で見つけたのか。僕すると盗難の線はなさに。元は人間だったんですよね。倒してしまう以外に行く道はないのか。悲しすぎますね。準備はチョコリーナのショップで。はいはい、どうも頼りにしてるからね。熱烈歓迎。
やったか。倒れて。ヌエル。任せろ。なんでここに？ノエル、危ない！スラ！これって弱点？ノエル！了解！これで決まりだ！今度は何だ？パラドックスが溶けていく。パラドックスはどうして起きたんだろう。俺の推測だけど、歴史をねじ曲げて時をめちゃくちゃに歪めた奴がいるはずだ。ゲートや未来の兵器が現れるのはそれが原因。お姉ちゃんが消えたのもその誰かのせい。多分セラはライトニングが帰ってきたのを覚えてるんだろう。セラだけが歪められる前の時を記憶してるんだ。どうして私だけが。わからない。旅を続けて答えを探そう。アリサ、アトラスをぶっ壊したぞ。アリサの探してた場所もすぐ目の前にある。墓標。罪なくして追放された犠牲者、ここに眠る。彼らの魂が故郷に帰らんことを願う。追放って、パージされて亡くなった人たちの。ここです。やっと見つけた。それ、アリサの。友達のお墓よ。パージから逃げる途中、ここで死んだの。そう、私はパージの生き残り。5年前、ボーダムという町が一つ軍隊に消されたの。私は友達の家に遊びに来てて巻き込まれた。大人たちと一緒に逃げて隠れてた。でも引き上げる途中、ここで落盤事故が起きて。誰
からずっと夢を見るの。瓦礫の下敷きになって、暗くて痛くて息苦しくて、気づくと私の魂は体から抜け出してこのお墓の前に立ってるの。そこに書いてあるのは私の名前。何度もそんな夢を見てふと思ったの。もしかしたら私はあの時死んだんじゃないか、今の生活は夢なんじゃないかって。アリサも感じてた。夢じゃないだろ。そうですね。みんなが忘れても私は忘れない。私も忘れない。忘れたらいけない。アリサを巻き込んだパージはルシをきっかけに始まった。私がルシにならなければパージはなかったかもしれない。過ちを犯さなければ。お姉ちゃん、過去の過ちってどうすれば償えるかな。償う方法なんてないのかな。さてと、これでアリサの探し物も見つかった。次は俺たちの番だな、うん、オーパーツを探してゲートを開こう。ああ、どこにあるんだろう、うん、パラドクスを解消したことで隠れていたオーパーツが姿を現している可能性もある。これまで探せなかった場所を探そう、うん、モグの出番みたい。クポクポの？モーグリ、お願い、探せる？クッポクッポ、うん、クッポクッポクッポ。モーグリ、クッポ、ナイスモグ。クポクポ。ありがとう。あなたのおかげでどんなに辛いことでも乗り越えられるようになったわ。ごめんね、私の名前じゃなくてよかったなんて言って。一緒に帰りたかったのにね。ありがとう。発掘行動の死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。行け！
錠剤は遺跡で見つけたのか。とすると盗難の線はなさそう。お願い、ここ、でかしたぞ、モグ。クポン、これでゲートが開くね。元は人間だったんですよね。倒してしまう以外に。死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。
にもならないな。ハックスコードの死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。パラドクスの影響はまだ続いているんですね。アカデミーの先生方によると、これでもだいぶ落ち着いたのは確かなようで、自宅調査は継続。またちらも現場の警備を続行ですわ。それにしてもすごいぬいぐるみですね。お宝センサーを搭載してるんですか？いい加減にする、クポ。モグはぬいぐるみじゃない、クポ。とうとう他人に口を聞きやがった。いやー、びっくりしました。まさかモーグリのぬいぐるみが喋るなんて。それ、喋るぬいぐるみで合ってますよね。モーグリって架空の動物ですもんね。まさか、それ、生きてる本物のモーグリなんてことは。いや。いやー、何はともあれ、元の遺跡の姿にほぼ戻ったな。アトラスは止まりましたが、魔物の出現は続いております。全力でアカデミーを守るのが自分の責務であります。お手柄だったそうじゃないですか。我々はお役に立てませんでしたが、これから出る魔物は任せてください。結局アトラスって何だったんですかね。学者さんに聞いてもさっぱりですよ。正確じゃなくてもいいから、ざっくり説明してくれればいいのに。魔物はまだ出現してます。奥に行くのは気をつけてくださいよ。奥の狭い道は発掘用に掘られた坑道です。すぐに助けには行けませんから、行くなら注意してください。結局正確じゃな。アトラスが止まって安心しましたが、アカデミーにとっては研究材料が減ったかもしれませんね。歴史学者や考古学者にとっては興味深い遺跡なんでしょうが、ここではもうめぼしい科学技術は使いそうにありませんね。今後は例の発光体ゲートってやつの調査を中心に進めていくんでしょう。何にしてもひどい怪我人が出なくてよかったですよ。アトラスが止まって安心しました。引き続き警戒。巨人がアトラスを止めてくれたんだってね。君たち、プロの軍隊より強いじゃないか。そんな、まさか。私、守られてばかりだったから、少しでも強くなりたくて。なるほど。大切なのは、そういう心の強さなのかもしれないな。状況も落ち着いたようだし、そろそろ調査に戻らないと。ゲートの向こうの空間が何なのか、自分の専門を生かして貢献したいね。アリサって実習生知ってる？ああ見えて数学の才能はちょっとしたものだよ。状況も落ち着いたようだし。慌てる私がおかしい。我々の武器ではアトラスを牽制するのはやっとだった。あんたたち一体どんな魔法を使ったんだ？力だけじゃ倒せなかったはずです。原因のパラドクスを解消したから止められたんだと思います。アトラスの存在の原因から立ったということか。今後は学者と連携しないと、こういう事件に対処できんな。癒される？パラドクスみたいな事件は今後も増えてく予感がするよ。未来を守るためにも常に備えていかなければな。
パラドックスを逆に利用した武器が作れんものか、学者先生に相談してみよう。国運の悲劇が忘れられる時が来たとしても、軍の仕事はなくならんな。パラドックスみたいな未来を守るために。ゲートの向こうの空間が何なの？報告書を催促しなきゃ。激戦の末、アトラスをやっつけたんだって？興奮しちゃってゾクゾクするよ。そんなに盛り上がったんですか？未だに身震いが止まらないね。頭はぼーっとするし、鼻が詰まって。見事に謎を解明してアトラスを停止させたそうだね。アカデミーに加わって能力を生かしてみないか？ごめんなさい、私たちやることがあるんです。学生いなくて困ってるんですか？見込みのある若手はいくらでも欲しいところなんだ。予算も増えて大きな研究プロジェクトがどんどん開始されてるからね。近い将来大規模な国運再建プロジェクトが始まるだろう。その前に優秀な人材を一人でも多く確保しておきたい。アカデミーは内部分裂などしていないが、できる人材の奪い合いときたら、それはそれは凄まじいものでね。大人は分かってくれないという若者は少なくないが、大人はいつも有望な若者を探しているんだ。近い将来大規模な国運再建プロジェクトが始まる。その前に。アトラスの動力はクリスタルの一種だったようですね。これからのエネルギー源になるかもと期待していたんですが、本体が消滅して調べようがなくなりました。すみません、研究の邪魔しちゃって。気にしないで、私はあれでよかったと思ってます。今の人類には制御できない危険な技術ですから。個人的にはクリスタルに手を出したくないんです。クリスタルを利用するとまたファルシュを頼ってしまうような気がして。もともと臨時政府がアカデミーを作ったのは、科学の力を復興に役立ててファルシュに頼らずに済むようにするためなんですよね。人間の自立というアカデミーの理念には、国運の悲劇を繰り返したくないという臨時政府の人たちの強い意志も反映されてるんです。個人的にはクリスタルを…誰だ、ずっと雨に見つけたの。雨の中うろついた。どうしよう、困っちゃったな。え、何があったのかって？あのね、デスクの引き出しがどうしても開かなくなっちゃって。あ、今暗証番号を忘れたなとか思ったでしょ。違います、引き出しのロックが壊れたんです。大事なファイルが入ってるのに。開けてくれるの？でもデスクごと叩き壊すとかはやめてくださいね。非暴力主義でお願いね。いいな。アトラスを分析すれば社会に役立つテクノロジー。そのモーグリ、一緒に戦ってくれるの？命をかけて飼い主を守る忠実なしもべって感動的。クッポン偉いよね、文句も全然。ちょっとだけしか言わないし。すぐに調子に乗るけどな。私の専攻は動物行動学だから、いわゆるモンスターも研究してるの。研究用の魔物でもしばらく面倒を見ると情が移ってしまうのよね。魔物の生態を解き明かせばいつかコミュニケーションできるようになるかもしれないわ。私の専攻はアトラスの研究を続けるべきかやめるべきか。時間にかアカデミーは内部分できる人材。また旅に出るのですか？あなた方があの発光体から出てきたのは見なかったことにしておきます。
世の中には不思議なことがあるんです。いちいち驚いていたら気が持ちませんが、この先に別の世界があるとしても旅したいとは思いませんね。今の生活に満足していますから。また旅に出るのですか、あなた方が。アトラスのデータを解析してみたんだが、あの周囲の空間は別の時空、遠い未来とつながっているとしか考えられない。時間を超えて巨人がやってきた？まるでおとぎ話だろう。見えない巨人の本体はおそらく別の時代に存在している。時空を超える力の解明は今後アカデミーの最重要研究課題になるだろう。どうやって時空を超えたというのだ。時空の異変か、ハルシの力か、それとも人間の力か。慌てる。考えたくないことだが、まさか未来の何者かが過去に干渉するためにアトラスを送り込んだとでも。時空を超える力、なの研究のアイディアとかいろいろ書いてあったのよね。ありがとう。これで仕事もはかどりますと思ったけど、変だな。これ私のファイルなのに記憶にないことがいっぱい書いてある。アガスティアタワーデュプリケート、一体何のこと。それに保存された日が未来の日付なんですよ。これってまさか未来の私が書いたもの。もしかして引き出しは壊れたんじゃなくて未来とつながってたってこと。パラドックス現象が起きてたの。大発見じゃない。見つけてくれてありがとう。本格的な調査を再開します。
起動した。クポ。セラ、大丈夫か？クポ。何でもないの。気のせい。疲れてるのかな。なんで胸が騒ぐ。一つのパラドクスを解決して私たちは次の時代に旅立つ。でもどうしてゲートが現れたのか、誰が何のために時を歪めたのかは謎のまま。時の歪みを直す力、そして魔物を操る力、力の意味はまだわからないけど、また会えると信じてノエルと進み続けるよ。だからお姉ちゃん、どこかで見てるならずっと見守っていて。お姉ちゃんのところまですぐ行けたらいいんだけどな。次の行き先は未来？過去？俺にはもう何が未来で何が過去かよくわかんなくなってきたけど今の俺たちを形作っているもの、それが過去。俺たちの行く先にあって変えられるもの、それが未来。どんな辛いことでも過去がなきゃ今この瞬間の俺もない。そうだね。だからこの瞬間も無駄にならないさ。まっすぐバルハラに行けなくたって回り道にも意味はあるんだ。うん、いいこと言うねまあすぐ行けるなら行くけどさ、回り道ってかったるいしそれが結論自分の気持ちに正直に行こう。そうすれば自分が望んだ未来に行ける。セラ、許してくれ。本当なら向き合わずに済んだ過去だった。でもお前の勇気が時の歪みを一つ正してくれた。せめてその感謝だけでも伝えたいけれど、無理なんだ今は。まだ